ちゃんです。21回目の折り紙キング遊んでいきます。前回は学者の部屋行って、もう一回読もうか。これね、太陽の祭壇へ出発だっていうことだから、そこに行きたいんだけど、このホテルに入ってあんまり探索してないんで、先に探索したいなと思います。入れた。こんな部屋に穴めっちゃ開いとる。いいな。隣ピラミッド、めちゃくつろいでる。ここ大臣って何？隣の部屋からよく聞こえてくるんだけど、安いから隣の音丸聞こえ、やだ。ホテルで聞こえるのってなかなかなくないですか。モーニングコール、キノピオ早い。あと左も行くね。フロントにさ、なんか預けたって言ってたのは何だったんだろう。ルーチャロイヤルホテルだからな。ああ、なんか日記にも書いてあったもの欲しいだろ。欲しい欲しい。わ、太陽光ってそういうもの。ここをね、はいはい、オッケー。あとさ、もう一個ないか。こっちもあるね。壁画が売りらしい。元の建物に書かれていたのを勝手に売りなんて。あ、そうなんだ。さすがに入れない。むしろさっき、あ、入れた。隣が静かだ。だって鍵かかった。なんなんだろうね、このキノピオ。たまにすごいお金拾える。キノピオ人間だっていうのちょっと気持ち悪い。人間キノピオ、なんか探したら出てきそう。誰かがイラスト描いてそう。ムキムキのキノピオでしょ。すごいシュールな絵がありそうですよね。あの上どうやって行くんだろう。あ、祭壇に行きましょう。そうだ、あとこっちも前回全然行ってないから行きたいけど、上どうやって行くの。そうだな。ここは変わった商売やってる。準備中。なんかルイージじゃんこれ。どう見てもルイージ。L マークついてる。ルイージ何始めたの。眠らない街って感じ。確かに。右奥とか左奥あるって前回言ってたよね。あれどうやって行くんだろう。その辺も秘密の言葉を聞いたら分かるかもしれない。このさ、車便利すぎるんだけど、敵を蹴散らせるのが強い。祭壇ってこれかな。これではない。ではない。じゃあこっちのオリビアが歌ったとこかな。あれ、学者さんどこ。オリビアヒント。巨額の案内所で話を聞いてみますだって。はい、太陽の祭壇とか。階段でしょ。じゃあ鳥、奥の方のやつって言ってんじゃん。これだね。そうだね、太陽の祭壇が気になるかも。太陽の祭壇に行きます。何にも起こんなかったけどね。何したら起きるんだろう。あ、あ、お香もらったんじゃん。お香を置けばいいんだ。あそこの隅
砂の中に。そしたら何かが起こるかも。そしてあ、なんかやばそう、やばそう、セーブするわ何かが起こりそう。ボス？はい、これでこれを置く。何が、煙が出る。はい、出たよ出た。びっくりしすぎ。とってもいい匂い。まるでお日様の下で日向ぼっこしてるみたい。ポッカポカの匂い。めっちゃいい匂いそう。わ、風向き変わった。飛ばされちゃうよ、飛ばされ。うわ、ボスっぽい。ボス？あああ、自分も飛んでったし、ブーツも飛んでった。え、竜巻？え？閉じ込められちゃったの？何か出てきそう。絶対出てくるじゃん。何？トゲトゲ。私も思った、トゲトゲって砂漠だし、サボテンにしてはでもトゲトゲ。何？うわ、三本のハリボテ？でっか。え、でかすぎない？大きすぎ。こんなの倒せんの？わっ、よくよけた。あ、シールついてる。今回もあれだ、前のゲッソーみたいな感じの。なんてかさ、ワリオのサイズちっちゃすぎない？待って、わかった。これはあのブーツに乗る、乗らないと無理じゃない？おっと、ブーツに乗る。このブーツのままぶつかればいいんじゃないか、こうやって。ほら、やっぱりなんかハート出たよ。回復だ。ブーツ最強なんですけど。え、やばいやばいやばい、やばすぎー、ちょっとー怖いよー。だから順番に、あれだ、だるま落としみたいな感じでやればいいんだ。え？シールのとこだけってこと？いけ！ぽいわ。シールが貼ってあるとこに当たればいいっぽい。でさ、行ってしまうパターンあるのかな、この場所に。あっ、こうなるとさ、一番危ないって言わない？逆に危ないね。見えないんだけど、シール。今がチャンス。どこ？よかった、こうだじゃない。で、またさ、サンボの中にキノピオいる風だったよね、今。一番ジャンプした瞬間、あ、これこうじゃない？どう？イエーイ。お、探検キノピオだ。食べられてたんだ。なんでお香でサンボが来たのかは。おお、学者のキノピオ。何か変な形の花瓶ペラ。これがキノピオさんだと思います。結構若いね、助けてくれたの。なんかメガネとかつけて
う感じの人来るかと思った。なんだ君は見たことない姿だな。君が古代人か。違います、私オリビアです。そうだ、祭壇はどうなった？何もなってません。ここに置かれている通りにあったはずなんだが。何を？あの文字読めるの？私は古代人の研究をしているキノピオだ。この古代文字は古代人が使っていた文字だから研究者の私には読めて当然だ。やった、謎の字を読める人が見つかりましたわ。さすが古代人の先生。これで先生、古代人って何？古代人とは古代に生きていた人たちのことだ。そして私はこの砂漠のどこかで今もなお生きてるかもなの。ロマンある。私はその古代人を見つけ出し、古代人にまつわるある最大の謎を解き明かしたいのだ。ピオ、伝説の古代人ピオ。あ、なんかこれ前も聞いた、船とかで。どうしたどうした。あ、だよね。私たちもいつかそのピオさんに会いたいです。すごい、マリオのあたふた具合が。なんとかしたくって一緒に謎の字読んでもらえません？考える。これまでの調査によればピオの存在を裏付ける重要な証拠がこの砂漠のどこかに隠されているらしいのだ。その隠し場所を探るためこの祭壇を調査していたのだが、今後調査を続けていく中でまた化け物に襲われるリスクは決して低くないだろう。だから一緒に来てくれるって。マリオくんが一緒ならこんなに心強いことはない。マリオが強いことは周知されてるんだ。いいだろう、制約成立。ピオの証拠を見つけるまでここはお互いに手を組もう。やばい、なんかピオどんな感じなんだろうっていう期待が高まっていくね。古代文字といえば私の泊まっているホテルの2階の壁にも書かれていたぞ。あそこにもそのテープとやらの手がかりがあるかもしれんな。さすが先生、頼もしい。ではあの古代文字いっぱいいっぱい読んでくださいね。これも読んで。ほう、だからまだ開く足りてないんだ。よし、え、あ、これの説明光っているぞ。もしかしたら何か、え、どうやって掘んの。おお、はい、お金、へえ、光ってなくても怪しいところがあるの。それが難しくないか。いっぱいあったよ光ってるとこ。ほっ、お、めっちゃ取れる。めっちゃお金。じゃあこれだけ掘ろっかな、すぐ分かる範囲の。あんま行かないようなとこだけ。明かしたまえ、え、なになに、ここにもあったっけ。なくない、ないよね、ここは。ここ、ここ、よいしょ。あ、ハンマーゲット、ゴールドハンマー、コインが出る。そんなハンマーもあるんだ。そのうちハートが出るとかもありそう。お、おお、お宝、まさか宝箱以外にも出てるんだね。よし、じゃあ一旦町に戻る。これブーツカーさ、めっちゃ便利だな。そうなんだ、最新型なんだ。ブーツカー便利だなと思ったけど、こんだけいっぱい移動してるともっと速くなってほしいという欲が出てくる。お、また、めっちゃフィギュア、お宝センサー欲しいね。ここにもなかった？文字読んでもらおう、早速。これこれこれ、読んで。私の足元に瞳は眠る。へっ、とても重要な気がするぞ。おお、いいね、メモで確認。はい、ここだけ？
か謎解きって感じ。今までに増して謎解き感がある。ここにもあったっけ。これもそうだよね。なんでこれが私たちの追ってる紙テープ、そこに埋まっちゃってどうにもできないの。読んでください。闇の訪れとともにキノピチここに眠る。キノピチって何。キノピチ、キノピチとは確かこの砂漠にそびえ立つという巨大な遺跡のはずだぞ。そのキノピチ遺跡が今はここで眠りについているというのか。いや、もう一本立つってこと。ベッドもお布団もないのによくこんなところで眠れますわね。じゃあそのキノピを、キノピチャさん起こしてテープを返してもらわなくちゃ。このままでは手がかりが少なすぎてどうしようもないな。ここはやはり一度ホテルに戻って壁画を調べてみよう。あ、待って、これさ、ここじゃない？右と左に行くやつ。右奥と左奥。ほら、やっぱり。ほら、後で行くわ。あ、これも読んでもらわなきゃ。普通にここにもある。普通にそういう、そういうのもある。じゃあ呼んでもらおう。はい、右からな気がするんだけどね。4つの眼差し交わるとき、キノピチ眠りより目覚める。これはまさしく眠りについたキノピチ遺跡のこと。うん、4つあるのってもしかしてめ、なんか不気味。この古代文字をメモしておこう。確認できるぞ。あ、そういう感じね。 OK。 そそり立つ大いなるキノコ、その瞳に火を捧げよう。目から何か出てますわ。この人どこかの誰かさんに言ってません？はい、火の神様。6人の神官が火をもたらす神を呼ぶ。これ鳥さん焼き鳥になっちゃいますわ。はい、神に会いたくば全ての神官に見守られ、この祈りを捧げよう。祈り、肝心の祈りとやらが書かれていないぞ。って何のことかしから、うこっち開いてなかったんじゃない。そこをスイートルーム、ヒゲで、おルイージじゃん。ルイージお金持ちだな。もしかしなくてもあの人。そうだね、ルイージなら開けてくれるよ。よし、じゃあルイージ会いに行こう。今回火の神様なんて呼ぶんだろうなって言ってたんだけど、普通に火の神様っぽいな。火神様とか言ってたけど、火の神様。あ、お、これ遊んでいかない。たったの100コイン、ゲームに勝てば1万コイン。いけるか、当てるだけ。無理じゃん、無理だよそんなの。はあ、何ファイナルアンサーみたいなヒントは、はいカウントされる。ほらファイナルアンサー出たしもうマジじゃん、これ絶対それでしょ、意識してるでしょ。ブブー、はい、なんかさ、 BGM も多分結構意識してるよねこれ。なんかさ、右ずっとファイナルアンサー可愛いんだけど、この悩んでる答え待つ時の顔。これ当たるのかな。はい、じゃあ怒ってる。
ファイナルアンサー。なんかすごいアップじゃない？気のせい？あれ？うわ、当たった！ 3回目絶対当たる？お弁の下の怒り顔が分かったんだよ。こんなの当てたのあんたが初めてだぞ。これじゃ商売上がったりだ。もう知らねえ、チキショー。お金くれるの？お、神の敵と。あれ、1万コインは？これじゃまるでインチキみたいですわ。でもあのゲームは時々で面白かったからまあいいですけど。もらえないんだ。何あんの？なんもないか。ありそうだけど。こする、こする、ランプをこする。これでいいの？何回こすればいいの？え、はい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 。え、まだ？え？お、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 盛り上がってきた。お？出てきた。何してんの、ルイージ？何してんの？助かってよ。なんか捕まってたの？あ、ゲームで何？負けたらあんなことされたの？おお、お、スイートルームの鍵ね。ありがとう。ナイス。役に立つように。ホテルのフロントが持ってたんだよ。素朴のホテルにあるなんてびっくりだよね。やっぱり違うの？察しがいい。スイートな鍵っていうか、てっきりピーチ城の鍵だと思っちゃったよ。でも僕はめげないよ。絶対にピーチ城の鍵見つけるんだ。頑張って。兄さんたちも頑張って。それじゃあまたね。次は見つかるのか、まだやるのか。ねえ、なんで出てきたんだろう。頑張れるイージ。まだ会えるかな、イージ。じゃあ最後の石板見ていこう。気になるわ。普通にスイートルームも気になるよ。すごいキノピオずっと石板見ての見てる。これおお、めっちゃ書いてあるよ。これが壁の絵の続き？先生お願いします。どれどれ。はあ、なるほど。すっげえキノピオ人間なんだけど。やはりこれが祈りを捧げる呪文のようだ。そして上に描かれた絵はその呪文に合わせた体の動きを表しているようだぞ。さらにこの祈りは美しい声としなやかな体で行うべしとある。私たちの中で美しい声、しなやかな体といえば、オリビア君、君がこの呪文と動きをマスターするんだ。頑張れ、オリビア。私、そんな美しい声だなんて照れてる。体だって、そんなしなしなかな。でもお祈りしないと、紙テープが、やります。かわいい。よし、ではレッスン開始だ。オリビア。髪、骨、力。もっともっと心を込めて言葉の意味を表現するんだ。鬼教科みたいな。そうだ、いいぞ。よし、そこで左に回って。違う、そっちは右だ。先生、どうでしょうか。オリビア君、いいぞ。あとは本番で全てを出すんだ。わかりました。私精一杯頑張ります。よし、じゃあとりあえず今回はここまでにして、次回オリビア連れてダンスやっていこうかと思います。バイバーイ。